清虎之介清虎之介11月18日1956年12月23日は衆議院議員弁護士鹿児島県薩摩郡力村出身1902年日本法律学校を卒業し弁護士試験に合格した東洋大学講師警視庁警察官消防官練習所講師を経て1907年に東京市に弁護士事務所を開いた 翌年、朝鮮半島に渡り、ハンスン府に弁護士事務所を開き、1922年には、慶城内知人弁護士会会長に選出された。1916年、衆議院補欠選挙で当選を果たした。その他に、朝鮮工業信奉社社長を務めた。李氏朝鮮時代に王女が、両藩の講師に、降下するのにあたり、朝鮮国王は、講師に、 2位三島の徴税権を三代まで与えた。しかし、講師は四代目以降も徴税を続け、一方で政府も徴税を再開したため、島民の不平は高まった。その後、講師は島が講師の所有であるとの証明書を取得し、島を日本人に売却した。やがて島民閉じ主との間に訴訟が起こると、清は島民の弁護を引き受け、勝訴に導いた。 島民は、検証費を混流し、器用に感謝を示した。1919年の3.1運動の際には、花井拓造、大久保正彦らと共に、相乗罪に問われた孫、平広志ら指導者の弁護に当たった。ありがとうございます。